こんにちは。ゆかりの母チャンネルへようこそ。ニュース通信社ダウジョーンズと大手テレビネットワーク NBC が共同設立したニュース専門放送局 CNBC では、スバルはありえないほどの成功を維持することができますか？と題し、動画を公開。アメリカで大成功を収めたスバルの歴史と今後の課題について分析しています。スバルの成功はアメリカの自動車史の中でも最も奇妙なサクセスストーリーの一つです。最初は小さなくだらない日本のメーカーの一つとしてアメリカに上陸したスバルは、1960年代に数人のアメリカ人ビジネスマンによって米国に持ち込まれました。スバルの車は当時アメリカ人たちに嘲笑されました。しかし数十年にわたって小さなニッチプレイヤーからアメリカで最も成功したブランドの一つになりました。スバルは過去10年間のほとんどの期間、ユニークな製品とマーケティング戦略の利点を生かし、はるかに大きな規模の競争相手よりも直面する景気後退を乗り切っています。スバルは消費者満足度調査で常に上位であり、時にはトップです。興味深いのは、どうしてスバルが長い期間好調を維持してきたのかということです。またスバルは将来に向け大きな課題にも直面しています。急増する需要を満たすために生産を増やすことは小規模なメーカーにとって容易なことではありません。スバルは幾度かのリコールで痛手を負いました。また電気自動車の開発など絶えず変化する自動車市場に対応する必要があります。スバルは大成功と苦闘の両方を味わってきました。これからもスバルは現在の好調を維持することができるでしょうか？スバルは1945年の終戦により中島飛行機から改名した富士重工業から生まれました。スバルはプレアデスセーダンの日本名で、むつれ星はブランドのロゴになっています。同社によれば6つの星の由来は、もともと富士産業の5社を吸収合併し発足させた経緯によるものとのこと。1958年にはフォルクスワーゲンビートルやフィアット500などのヨーロッパ車に似たスバル360を発売。スバル360は当時の連邦政府1000ポンド輸入規制以下の960ポンドであったため輸入販売を開始。しかし非常に小型であったことや、社会運動家のラルフ・ネーダーによって指摘されていたシボレー・コルベア、ワーゲンビートルなどのリアエンジン車の安定性問題に影響され、大きな実績を上げるには至らなかった。1970年に販売されたスバル1000のマイナーチェンジ版スバル FF1 は水平対向エンジンを搭載。そしてスバルは1972年にニューヨーク証券取引所に3ドルの始め値で上場。同じ年の1972年、スバルは大きな一歩を踏み出しました。アメリカですでに知られていたレオーネのワゴンバージョンをスバル 4WD ワゴンとしてリリースしました。アメリカの買い手たちがトラックではない乗用車の四輪駆動車を見たのが初めてでした。1977年、 4WD ユーザーのために別のモデルを発表しました。この車種は幅広い買い手たちの間で非常に熱狂的な支持を集めました。1980年、スバルはさらに別の一歩を踏み出します。世界ラリー選手権のチームに入り、高性能を示すことで忠実なフォロワーを構築しました。ラリー車はしばしば無舗装路の悪路、雪、様々な障害物を持った地形を走行します。1987年のスバルジャスティには当時として珍しかった無段階変速機である CVT が採用されました。1980年半ばまでにスバルは1株当たり39ドル弱の高値をつけ、ウォールストリートのスーパースターになりました。しかしその後、間もなくスバルは衰退しました。
レーガン大統領は1985年にノル安定策を追求。1986年までスバル米国法人は日本の親会社から大幅な値上げを受け始めました。その結果、アメリカでの車両販売価格は短期的に大幅に上昇します。1990年代にスバルは今日まで続く製品とマーケティング戦略を開始しました。アメリカ工場で最初に製造されたスバル車であるレガシーセダンは1989年に発売されました。続いて1993年にインプレッサセダンが続きました。そして1995年、スバルは最大のブレイクスルーの一つであるスバルアウトバックを発売します。アウトバックはレガシーツーリングワゴンのオフロード志向バージョンとして発売開始。特徴的なフォグランプとルーフラップを備え、当時本格的オフロード車のラインアップを持たないスバルにとって初めてのスポーツユーティリティビークル SUV でした。当時人気のあった映画クロコダイルダンディで主演を務める俳優ポール・ホーガンを抜擢しました。続いて1997年にはさらに車高の高いオフロード志向の強いモデルスバルフォレスターを発売。それからの10年間でスバルは熱烈なファン層を築き上げていきます。当時はまだ市民権を得ていなかったレズビアン、ゲイ、両性愛、トランスジェンダー、いわゆる LGBT の中に熱烈なスバルファンが多いことを発見。スバルは彼らを支援する広告を考案しました。歴史的な記録を樹立したテニスプレイヤーで当時レズビアンであることをカミングアウトしたマルチナ・ナブラチロワをスポークスパーソンとして起用。またスバルはアウトドアライフ好き、犬好きの人々や各社が生産を中止しているステーションワゴンファン、そしてもちろんラリーファンをターゲットにしています。多くの自動車メーカーと同様、スバルは SUV とモータースポーツという2つの側面を持っています。スバルは世界ラリー選手権で活躍し、高性能車としての評判を築いていきました。アメリカではラリーはそれほど人気もあるモータースポーツではありませんが、幾度もチャンピオンシップを獲得したスバルはモータースポーツファンの客層も手に入れました。2001年にスバルは WRX セダンを導入。 WRX をさらにスポーツチューンした WRX-STI はレーシングカーマニアに絶大な人気を誇っています。スバル車を購入する人々は自分の車にアイデンティティを見出すことができました。それは多くの自動車会社が何十年もの間挑戦しできなかったことです。また注目されるのがスバルオブアメリカが独自に展開するラブキャンペーンです。スバルは慈善活動にも深く関わってきました。メーカーが慈善活動を支援することは珍しくありませんが、スバルはラブキャンペーンに多くの力を注いでいます。アメリカ動物虐待防止協会主催の動物用紙グミイベントは多くの場合スバルの販売店で行われます。スバルには自動車業界でよく知られているいくつかの技術的特徴があります。一つは水平対向のボクサーエンジンです。ピストンが水平に動き、まるで2人のボクサーが打ち合っているように見えるためそう呼ばれます。ポルシェも水平対向エンジンを採用するメーカーですが、全ての乗用車に水平対向エンジンを採用するメーカーはありません。2番目は全ての車種に AWD 全輪駆動車をラインアップする取り組みです。もちろん全輪駆動はスバル固有のものではありません。しかしスバルは初期から乗用車に AWD を採用、自社の車両すべてに装備することに真剣に取り組んできました。スバル AWD を強調することにより太平洋岸北西部
ロッキー山岳部、北東部などの豪雪地帯で人気を博しました。現在、トヨタ86と基本構造を同じにする BRZ を除き、すべてのモデルに AWD をラインアップしています。2020年四半期のレポートでは、消費者が車購入決定をする際に、最も大切な耐久性と信頼性において、トップ3にランクインしています。現在でも、品質、耐久性で2位。WRX と BRZ のおかげで、スポーツ走行性でもマツダを抜き1位に。スバルはまた、安全性では1位。その他のほぼ、すべてのカテゴリーで第2位を獲得しています。新車販売を増やすための基本は、再販価格の引き上げです。アメリカで、中古車価格の指標となるケリーブルーブックで、スバルはモストトラステッドブランド、最も信頼できるブランド賞を2014年から2017年まで4年連続で獲得。リース契約に関する団体からも新車に対する再販価格が高いブランドとして認定されています。これらによってスバルへの信頼度はさらに高まり、結果的にインセンティブ、値引きを低く抑えることができ、ディーラーの収入が上がり、好循環が生まれていることが、スバルがアメリカで大躍進している大きな理由です。コロナウイルスが発生する以前の2019年9月までは、連続93ヶ月の売上増加。しかし、いくつかの大きなリコールは、2018年の四半期損失につながりました。また、すべての自動車メーカーと同様に、電動化戦略も、スバルにとっては大きな課題です。スバルは、自社で電気自動車技術を持っていません。しかし、すでに、スバルは、トヨタと連携、技術を共有しています。また、絶えず変化し、不確実性に満ちている市場では、スバルは強みを持っています。ブランド力、熱烈スバルファン、ユニークな製品、そして最も重要なのは、スバルが顧客に耳を傾けるということです。アメリカで大成功を収めたスバル。多くの人の賛同を得たラブキャンペーン。コロナウイルスなど大変な時代になりましたが、日本や世界各地でも十分に通用するのではないでしょうか。チャンネル登録いただければ、とっても励みになります。よろしくお願いします。